僕が可愛い幽霊だからって乱暴する気なんでしょ。エロビデオみたいに、エロビデオみたいにスマホで撮影してネットに上げるって脅して、朝も昼も夜も僕を呼び出して好き放題する気なんだ。エロビデオみたいに。違う。エロ